メンズファッション TV。 007見てて感心するんだけど、あのダニエル・クレイグなんかがさ、思いっきり走るじゃん。あれ革靴履いてんだよね。履いてますね。あのスニーカー履いてんだったらまだね、わかんない、あれだけ走れんなって。でもサビルロで作ったようなスーツ着て、それで革靴履いて、もうバシッとしたまんま思いっきり走ってんじゃん。あれ相当いい靴だよね。そう思わない？確かにあの感じはいい靴ですよね。いい靴だよね、うん、だから靴も本当にやっぱ走れる靴っていうのはね、一つの、もう最近俺心臓悪いからあんまり自分が走れないんだけど、靴はねやっぱ走れる靴っていうのはすごいポイントかなって思わない、うん、先生もそのぐらいの、やはり走り出した時のこうフィット感の靴は何足かお持ちですかと。まあ本当にそうやって走れるのは一輪足しかないかもしれないけど、うん、いやでも靴は違いますね、やっぱり全然違うよね。服以上に確かにそういうこともある、まあ、何十年も履く人なんで、それは全然大事にしてれば、靴っていうのはね本当大事にずっと持ちますよね。ずっと持つよね、うん、そうそう。だからグッドイヤーなんかの場合だったらね、直して、そうですね、そこ変えて何度もっていうところありますよ ね、そんなの今あのセメントでくっつけたね接着剤の靴は無理でしょ。セメンテッドはそうですね、もうすぐですよね、ダメになっちゃう、うん、まあでも面白いことやってるんですね、あの靴を見るって。靴をあのおしゃれな方に見せていただいて、銀座を歩いているビジネスマンがどんな靴履いてるのかっていう、うん、ベスト5みたいなのですね。あ、それ普通の日やったの？あ、月曜だったら昨日。そうなんです。普通の日に普通の方が普通の靴を履いててどうなんだろう、うん、そんなのちょっとおしゃれな方を撮りたいなっていうことなんですけど、でもなかなかいない、いらっしゃらないんですよ。だから普通が悪くなっちゃったんだね。だからそのイントロでね、前回話したようにやっぱり普通のレベルがどーっとこう低くなっちゃって、でファッションはこれはまあ お金経済的なこともあるけど、やっぱりこれはこれでちゃんといるのよね。ここの人たちは残ってて、有楽町だっけ、あそこにキトンの店があるなんてさ、おかしくない？ああ、ね、アルマーニだったらなんとなくポピュラーだからまだわかるけど、キトンなんてさ、東急の角っこに、はい、キトンなんてさ、ね、そんなに商売成り立つと思えないよね。確かに分かんないけど、ブリオーニも閉めちゃったけどね、ちっちゃい店だったけど、まあ、キトンがやってられるのかどうか分かんないけど、キトンなんてそういう意味ではちょっとこう違うよね。いやでもやっぱりそうやって価格が変わってきたことによって、うん、そうだね、感度も、うん、変わってきたんだ、ね、変わってきたわけですね、はい。星野先生自身が着ていらしたものっていうのは、先生から見てどう思われました？やっぱりこう本当にね、こうジャストフィットなんだよな。まあ千秋さんなんかも多分それね、星野先生のすごい近くにいたからそう思ったんだろうし、あのこう非常にね、なんかもう本当ジャストフィットっていうのはこういうことなんだろうなっていう、だからつまりそのフィットっていうのが、あの時代によって変わるわけよ。フィットって例えばルーズフィットの時代ってあったのね、1980年代の DC の時代ってあったの。その頃なんてすごいよね、今の服と多分ゆとり量10センチぐらい違うんだよ、同じサイズの人が。肩幅もすごかったですね。肩幅もすごいし、でここが問題なんだよ。要するにね、その審美眼の問題で流行っていう話が出てきちゃうわけよ、服の場合で。その時はみんなそれがいいと思ってね、ジョルジャ・アルマーニだってそんな服作ってるわけだしね。だからその流行と、それからその審美眼と流行っていうものがあるために、これがややこしいんだよね。一個のもんでずっといかないんじゃない。でこう今みたいな服のこんな裾が幅18センチみたいなね、こうスーツ着てる人いるわけでしょ。こんなのさ1980年代だったら何これって感じだよね。
だからその時代とともにこうゆっくりだけど20年くらいかけて変化していってんだよ、やっぱ男の服って。ミユキ族の時なんかがちょうどこうくるぶしっぽいパンツでちょっと細めの時代ありましたよね。国道の昔の写真なんかもありますよね、はい、今見ても新鮮な感じですけども、その30、40年経ってんだよね。そのちょっと前が確か村田金兵衛さんと写ってらっしゃる写真が、うん、パンタロンだったりね、全然違うんですよね、変化の極端にこう変化してそうだから流行っていう部分でいくと、やっぱりこういうふうに男の服ってやっぱ 2,30 年かけてこう変わっていってっから、そこから外れすぎても審美眼的に言うと美しくないんだよね、おそらく。だから美しいって人間が感じる、その着てきやすく見て美しいって言うけど、着てきやすくもルーズフィットの時はルーズフィットの方が着やすいんだもんね、きっとね。ここがめんどくせえんだよね。フィットはフィットだけですね。フィットはフィットなんだよ。ルーズもフィット、タイトもフィット。でも星野先生がどういう格好してたかって言ったらジャストフィットだもんね。千秋先生がおっしゃってたのは、うん、千秋先生たまたま星野先生と同じぐらいの背格好で、ああそう。で、あそうだね。一回星野先生の背広をいただいたのか何かで着てた日があって、うん、その時に星野先生が講演をなさってて、うん、ちょっとおいで。でステージの前に呼ばれて、うん、星野先生の真横に立った、並ばされて見てもらうと、同じ背広でもこんな違うよって言って、着こなしの。あ同じ背広だよ、違うでしょ、で明らかに違って赤っ端だったっていう言ってたお話をされてましたけど、やっぱり、まあ、私もまあ、今日服のテイストは違いますけど、うん、こうやって着てて大西先生が着られている横に並ぶと、もう恥ずかしくて恥ずかしくてって言ってたんですけど、そんなことはないよ、全然。やっぱりそのビヘイビアっていう動きとか、まあ僕はそんなにね、だけどいや、だ星野先生はもう本当特別だったよね。まあ、特別だったというのは いい面とそれが悪い面もあるわけよ。追求しすぎちゃってる感じで、要するにこう隙がないというか、まあ、武道家でも隙がないね。なんか印象わかります、そう言ってるでしょ、はい、だからその多分ね、星野先生が着てた服は時代とか関係なくやっぱかっこいいかったんじゃないかなっていう。それも素敵ですよね、クラシックな、うん、普遍的な。そういうこう普遍性っていうか、だって今さ、僕つい10年くらい前のジャケット着ようかなと思うと、丈がやっぱ長いわけよ。僕は大体70、今だと 2,3 センチの着丈の服着てんだけど、12、3年か15年くらい前からだったかな、その76くらいが普通で着てんだよね。で、その頃は76が一番美しいと思ってるから76にしてんだよ、着丈を。だけど今76のやつ着ると、え、何これ随分長いなって思うじゃん。だそれは審美眼であると同時に、やっぱり服の流行性っていうのがやっぱり関わってくるから、これめんどくせえんだよ。ただだけど星野先生はこうある範囲でちょっと長かったり短かったりするけど、その時代をすごい意識してたっていう感じよりは、彼なりの美意識っていうか、先生の中でこう流行ってどうやって取り入れていくべきというか、取り入れ流行ね、はい、先生はそんなにこう雑誌を読まれるわけでもないですよね。まあ、雑誌は、僕とか斉藤久夫先生は絶対読まないですね、雑誌は。そうなんですね。ね、いや立ち読みするかもしれないけどね、はい、先生スタイルがありますもんね。ビジに出てくるものとか、もうこれとこれを見てこう装えばいいよねっていうものがあるわけですよね。ボタンダウンのこの感じとかを私が見たら絶妙なんですけど、これ来るときね、はい、ニットタイ、これニットタイでこれ色が合いすぎてるなって感じがして、うん、なんかちょっと外したかったんだけど、うん、やっぱ外さない方がいいなみたいな感じで来ちゃったんですけど、かっこいいですよ。だから無意識に先生は装えるわけですよね、流行に関しても。ほら、仕事してるところに関わってたりすれば、街歩いててもこう人見るだけでもなんかこう、ああこんな感じなんだなっていうのはあるじゃない。で、買わないけどお店は行くじゃん、見れば分かる、あこんな感じなんだ。
そうか、そうですよね、うん、先生ぐらいこう積み重ねてくるとそのパッと感じて分かるんですよね、その有効感とか世界観とか、うん、だからそれ結局ね、まあ、そんなこと言っちゃなんだけど、やっぱりその年季なんじゃねえの、ある程度は。おっしゃってましたけど、こう板につくっていうように失敗をし、いろんなものを買って、そうね、そう失敗してるよね、うん、それはだから若い頃みゆき族っていうと、みゆき通りをしょっちゅう歩いてたわけじゃないけど、18ぐらいの時はね、銀座松屋があるでしょ、今でも、はい、あるよね、松屋ね、はい、松屋の横にね、ジャズギャラリー8っていうクラブがあったのね。でそこね、コーヒー250円でね、生が聴けたんだよ。おお、いいですね。それはだから俺が18だから半世紀以上前、そう、日野照正とかいう子が出てきたり、子じゃなくて俺より上だけど、ああこういう人がなんだっつってね、八代和夫かな、ピアノで、それをね一人でこうマンジャケットのコートの襟を立て、はい、かっこつけて一人でね、18だよな、考えてみたら高校3年大人から見たらなんだこいつとか思われてるけど、そういう時代から気にしてたんだろうね、今にして思えば。私のクライアントの方の、うん、またお仲間の方でも町のIBリーガーにずっと出たくて、もうあの辺をうろうろしてたと言ってましたけども、お好きな方、本当にお好きで、やっぱりあれ乗りたい、先生乗ってらっしゃいました。あれはね、はい、あれはやらせそうなんです、ね、町のIBリーガーですね、はい、あれはね、18歳の時にやらせです、はい、へえ、うん、新宿で、あ、いや、メンズクラブにアルバイトで行ってた、同じ学校のメンズファッション専門研究所の生徒がいて、はいはい、でお昼カレー食わせるからさ、はい、でカレーに釣られてね、7、8人がね、新宿のあの今のアルタの前、はい、まあ、都電走ったからまだ、まあ、歩いてさ、写真撮られて、そうだったんですね。そうなのよ、別にあんなのは、いやー、でもみんなだったのも、あれはあそこに乗るのが、あ、そう、という一つの、そんなことあったかな、ね、でもありますけどね、そういう雑誌の企画ってありますから、あれも走りですよね、きっと、きっとね、あの街のIBリーガーとかね、はい、だから要するにそういうのの積み上げ で着るもんもこうお店で言われたり、あの自分でもいいなと思って買ったりして、家帰ってきていざ着るとなんか似合わねえなとかって、そういうのをきっと繰り返してんだよね、もうあんまり覚えてないけど。実はこう何着ぐらい今持ってらっしゃる？そんな持ってないよ。服自体はどうだろうね。ジャケットとスーツで50、60着かね。それぐらい持ちない。トニーさんに比べた。トニーさん6畳2間ぐらい全部服だ。本当毎日違う服を着られてますもんね。ああいう人がいるよね。ああいう人には買わないよね。誰も。靴と服は同じ基準で考えるべきだと思うよ、うん、一日中履いてて疲れないでいて、デザイン的にも美しい靴が一番いいし、服も一日中着ててあんまりなんかこう違和感がなく着れて、でいてデザイン的にもこう美しけば、やっぱり着やすく見て美しいになるでしょ。ただ服の方がその靴よりは、靴は物理的に足が痛いとか、なんか大きかったりちっちゃかったりすると足痛かったり、まめできちゃったりするじゃん。でこれはそういうのないから、まめできたりしてないから分かんないっていうのがあるから、だから服の方がもうちょっとデリケートに考えないと、自分が意識してこういい服ってなんだろうなって思わないと、多分その磨いてはいけない。まあ磨くっていう感じだろうね、きっとね。こう自分自身の感性を高めていく、磨くっていった部分、そういうことだよね、が、まあ、着るものに出てくるっていうこともあるわけですよね。そうね、もともとはやっぱりそういう好きか嫌いかだよね、うん、でなんか レオンだかなんかのさ、本に、お金じゃなくてセンスですとかって書いたコピーがあったけど、あれコピーは合ってるけど、あの本自体の中身はお金ないと買えないな。買えないですよ。そうですよね。だけど言ってるコピーはそういうことなんじゃないかな。だからこの番組が少しでも面白いなと思っていただいた方は、いいねボタン、
そしてチャンネル登録よろしくお願いします。さて明日は何着よう。最後までご視聴ありがとうございました。ツイッター、インスタやってます。疑問、質問、コメント欄に。さて明日は何着よう。チャンネル登録よろしくお願いします。